そう、3つか。でもそんなにこんな残ってるんだ。バイバイ。トラックがあるんで、転ばずに一周しよう。聞こえてくる。君が下に来て、一緒に溶かしてるところがあってね。せよな、この D の音。抜けた。これは。上に来て壊される。うん。いったか。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと妥協が見えたな、いろいろ。ひよってたな。もらアイスクライマー、アイスクライマー上まで行けたな。雲普通に島まで行け。コンドルで乗れんかった。嘘やろ。嘘じゃない。こうやろ。落ちてもたもう。ケツ刺された。微調整効かんな。足はちっちゃいから。でも滑ってんだろうな。滑る。ほら滑るな。マジ行きたいね。めっちゃ邪魔やなあいつ。でそこから右と同時に飛ぶ。オッケーオッケー。こうか。こうだ。一枚までいかないと。来てよ来てよ。ワイワールドとちょっと待って。あ、じゃあ危ない。おお危ない。今のそっち行ったら無理。そこ怖いよな。仕込んどるに捕まるんだ。おーし、ナイス。投げな。カンカンカン。お、300お、出た出た。やっぱ400で600個集めないといけないんだ。こうだ、数だよ。600600だろ。10で、あ、550だ。25だったから。消化試合。作業。あ、なんでこれ。お、こんな簡単なんだ。さっきの難しかったね。逆だった。でもこれまあ1面だから。あ、4ステージまであるんだ。俺こんなん4個もやりたくないわ。まっすぐ行ったんじゃない。いや、下がまだ終わった。家かな。うわー、跳ね返った。そこわかんねえ、ほんま。わからん、キノコかもしれん。コンドルか。コンドル。ナスカの地上絵かな。さっきは早いな。動き早い。そっちか。俺真ん中かも。俺真ん中かと思ったら、そっちだった。メガネ。完成の絵が思い浮かばないんで。ああ、メガネだ。メガネのあれか。フレームのフレームじゃん。耳かけるとこか。ツルだ。楽勝負。ふぅ、消化だ。これ結構簡単にやってるけど難しいな。なんていうか、思ったところちゃうところに手をして微調整しながら絵を完成させてる。実はすげえな、お前。慣れてきたよ。慣れてきた。あと2個でいて5個はおるぞ。気分変えれねえんだよ。あ、これ終わったんだ。終わってる。テニス。パス。レッキングでもやるかしら。レッキング。ドラム缶に閉じ込める。もしかして下叩いて。そんな。そんなあるんだ。今ここ来て初めて知ったルールやな。爆弾ガンちゃん。遅いな。2個あるのに2個目に閉じ込んでる。爆弾全部一列ってわけではない。繋がってるとこ連続だよ。これはふぅ、スペランカーみたいな倒し方やな。スペランカーはさ、倒した後の敵の
すぐ消えへんやんか。あのガスやろ。あれ死ぬんだよ。マリオか。マリオかな。まだまだマリオ。半分も終わってない。あ、出たところかな。出てくる。あら、オッケーだ、オッケーだ。は？叩くんや。大ジャンプか。取ったよ。大ジャンプ。踏んだ大ジャンプか。こんなんないって。え？どうやっていくん？ジャンプ。普通の？うん。届かんで。斜めになっこう。無理やな、もう。多分下、キノコあるんじゃねえかな。キノコっていうか。てか、段差があるんじゃん。うん、あると思う、下に。叩けるやつが。隠し、隠しコイン。届きそうな気もするけどな、あの高さなら。ほら、絶対あるよ、俺。で、取るとこまでな。向こう行ってもらうのか。俺も向こう行ったらどうしようと思った。あー、これか、上に出て。うぜえな。あったあった。あったっけ。ちょっと急がんと。あ、見切れてもだ、もうわかんない。結構見切れても少しだけ来とうけどな。そういうこと。リベンジするしかない、これは。さすがにリセット。自分から見切らしてもわかんのか。リスタートね。リスタートで。まあ、初めの2個は一瞬やしな。ティンティン。明日やったな。でかいの大丈夫や、まあ、でかいから意味深やろ。待っとけよ。怖いよ。全然死んでも大丈夫やったで。死んでも大丈夫。あれギリギリやったかもしれん。いや、死んで落としとった。ちゃんとウェブをキープして。さあ、キャッチ。あ、ノランです。意外と難しい。危ない。もし小田さんだったらちょっと上ぐらい。で、よし。行ってもだもん。クソ感性がマジ。やばいやばいやばい。ここ一気に飛んだら楽。空中キャッチ。オッケー。よし。危ない危ない。リベンジ完了。お、よかった。マリオ。マリオ。敵を倒すか。あ、そのまま行ったら。お、結果オーライ。謎やわ、さっきの。そこは分かんない。もうなんか終わっちゃう。復活の場でしょうね。あ、詰まっとね。詰まっとるな。これってずらすしかないのか。上書いてなかった。あんなところで戦おう。倒しやすいと思う。うん、早く出てこいよ。おお。完全に完全に。あ、外れた。ダメ。あー、やばいったな。まだ時間はある。よし。あー、つらい。よし、あと一つ。これな、外から見とったらすげえ、難しいやろ。なんでそっち行くんだよってか思うだろ。ちげえんだよ。違えんだよ。できねえんだよ。ゼルダでもやるか。正面から言われる。ダメで入っとんの。あ、爆弾あってた。なるほど。
あれ終わったことだ。これなんか高速でやっとったらレインボー楽勝っぽい な、まあ、な知っとるか知ってないかでだいぶ違う。ゼルダも結構あるんだ。マリオかゼルダやな。ゼルダ行こうかな。なんだろう全部倒せたの。ダメ。おお。まさけも竹切り早い。あくそ最初の自分の動きに当てたことな横井戸は早いんだよみたいな。竹も早い。竹も早い。上来そうか。あと2名意外とマップが行くんだな。めっちゃフリーダメなあいつめっちゃフリーダメやいたいたラストいいね。おいわからへんってこれブーメランうっせやろ本物を見つけてか。あ、ノーダメじゃなくていいよ。あいつ倒したら終わり。あいつやな。それ。それじゃない。分かった。あ、剣飛ばへんのか。ヒット止めめちゃくちゃあるし。OK。おっ、全部一気に死んだ。剣飛ばせる前も。あれ、マックスじゃないだけ。あ、そうなの。剣ビームやで。あ、湯気の雲や。スリーであれ装備したときパンツ入ったんだよ。お疲れ様です。お疲れでした。ロボット無神経ね。ロボットそっちじゃねえよ。俺が行きたいの。ラピュタ的なあれですか。そう飛びそうだよ。ほら羽も2枚あるし足も2枚あるし顔も1個ある。大体そうだと思う。キノコ？スペードかな。さっき言ったの誰か。これは遠征キー型と蝶ネクタイ。バロ。せやがてくどう。せやがてくどう。ちょっとヤバいもんに見えてたけど今んとこ。そこじゃねえのか。どこに？え、そこやろ。その下だった。真ん中？ここだ。よし、あと1名。むずいな。ループもあるじゃねえか。なんだろう。そこに帰りやがった。そこ？あそこ？よし。ああ。うさぎ？エイジか。ご苦労様でした。ああ終わった。これで自由だ。お勤めご苦労様。自由だ。自由だ。アンディが。アンディが。アンディ。分かる人にしか分かんねえなこれ。エキサイトバイクも終わらしまうか。終わってしまったか。あやりなかった？いやいや。別に今すぐやってエンドできるで。1位でクリアだ。どうせ1位ならねえから。やっちゃった俺。あれ1回こけて1回オーバーヒートしたのに1位だったよな。だろ。エキサイトバイクのモノマネ。大体あった。ガタ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 。あ、2回は無理かな。1分8秒ぐらい。4秒マイナスで1個ずつ順位が上げれるんだ。16秒ぐらいまで OK なんだ。なんだっけ。
60分の1秒ぐらいで D を連打すると、うん、下のゲージが増えないために常に D マックスの状態を走り続けて、やりすぎるとジャンプした時高く飛びすぎて下から上の画面に飛び上がって、そんな飛ぶんけ、タッサやろ、タッサ下からにょきって出てくる、そう下からにょきってこう飛び上がってこの辺に姿が見えるいってるの16秒でよかったの確かその最後のクリアが KO にしか聞こえないカンカンカン KO あるんだあるんかい分かってますけど書いてあるさキラーからやってなかった逃さずかこの前20やったよ逃さず20パーフェクトやったから余裕やろ10これちゃうやろあのルール20やったやん20やったやんやったけど俺ちゃうやろクリアしたやったやん20やったやんあれクリアしたの俺やったか、うん、19で止まったやんあのしかも画面が画面やろこれクリアした方が早い分かっとるけどこっちじゃねえな いや諦めるのが早いってちょっと思ったより止まんさっきのいけてたってやな止まらんテロリンあかんってこの左と右は1個分しか離れてないっていうことを忘れてあかんねこうやってこうこうにしてもこっち先に行ってから戻ったらあんねこれはまだだいぶやれやろほら余裕あるなるほどな余裕すぎるうめえなあ俺これやってよかったっけくるくるランドセブンちょっとわかんないじゃなかったっけ決めたくるくるランドくるくるランドよくるくるランド中くるくるランド中だけ次じゃあバルファイトやっていいよバルファイト中毒ゼルダやっていこう意外とわかんないことが多いんだよなまくないドドンゴ一瞬で死んだそっちじゃねえだろ左だろなんボス倒してわざわざ開いたのにそっち行かねえとかありえねえだろえ両方わかんなんだてか多いな6名2面3面4面5面全部出やせるファイトソードもらおうみんなには内緒だよ使いこなせるならこれを授けよう助かる持ち帰っちゃったけどいいのかいかだを取ろうあ、そんなの効かんのか正面戦士だあ、無視したやばい人面だあー、これやばいこれ守護フラグやで余裕ですよいかだだあこれは4つの剣にも出てくる自分の色と同じやつじゃないとダメージ与えられるんであったなあほら強いなこいつ早まったったもうちゃいおうおうハードボスは感覚回復させてくれないんだやはりまんじゅなステージやな3のレベル3左上のマップがそしてレベル4これは亀岩のボスちょすごいな分かんない B が分かんない B なし一個危ない。これ妖精？敵じゃん。敵か。強いんだけど。これ4しかねえじゃんこれもう。
ご了承っつ。ご了承でいいよ。そう。食らったら、むしろ無敵時間があるゲームは食らうイコール無敵時間をもらえるっていう、その考え方がファミコンには大事だよ。あ、エストがなくなった。俺もなくなった。レスポ。うん。どうなんすか、野球とテニスとマリオ。結構出たな。結構出たな。なんかやろうかな。テニス多いな。テニス1個やろ。10回、はい、これコンピューターによるやろ、すべてが。意外とこれ色がゲームボーイになった。動きがあれやな。めっちゃもたもたしてんけど振るの当たり前やな。この頃はマリオテニスよりもむしろあっちだよね、あのプレステのテニスゲームなんだっけ。テニスの王様。それはじゃねえの、間違ってないけど、なんかあったっけ。たまたまこう、なんでこんな上に上がるの。なんだったか忘れちゃった。頑張れ。早かった。いけなきゃない。めっちゃ上に打ち上がんねんけど。A 打ち飛び打ちとかあるんかな。ないやろ。いや、あるわ。あるんや、うん、スライスとフック。フックやったきて。フックトップじゃね。トップスピンサーブとスライススピンサーブじゃなかったっけ。いや、忘れた。スライスとフックはやべ、ゴルフだな。めっちゃあるな。こいつ前に出てくるからさ、ラリーする気ないぜ。アウト。ラリーする気ね。B ボタンで打ってみよう。変わらへんやね。やばい、あと1回。協力的じゃないっていうのかな、相手が。思ったより辛い。辛いです。もういいです。これもテニスの王子様呼んだから大丈夫。焼肉の王子様よ。俺本当に焼肉の王子様のとこしか見てないしな。うっす、タバチ。やろう。あ、そもそも前に動けへんっていう。あると思うよ、動き方は。ほら、ほら、一歩前に動けへん。このストロークラインでずっと待っとかんとあかんって。相手前来とってやんな。ひきょくさくね。ゴレ出たら打ち返せんやろ。あかん、これクソだ。言っちゃった。断言しちゃったよ。これあれだよ、あのゴーバケーションのテニスよりひでえよ。ああ、俺に回ってくるな、これは。なんていうか、もうあの単純に面白くない。やりたくないっていう。コンピューターの協力的じゃなさもムカつくしさ。ボレーしに来てくれよ。ボレーしに来たらあかんやろ。超打ち上がるし。はい、リトライしたいとすら思わないっていう。稀有なゲームだわ。値段は4800円から6800円。あ、でもこれ超初期やから3800円ぐらいの可能性があるな。早いと打てんしな、うん、打ったらあかんやろ。そもそもそのなんか打ち上がるのしか打てんからな。はいはい、これ左に戻りながら、はいはい、アウトじゃねえ、黙ってるマリオ。あれマリオか。マリオだ、審判がマリオだ。これちゃんと左を押しながらで左にずらさないと。そして敵は一歩も動かずにさ、打ち分けてくるっていう。マリオの顔がちゃんとボールを取っとるわ。細け。細けても3ドットぐらいよ。そうやで。ちゃんと戻って。さじ加減がよくわからん。うまいよ。うわ、嘘だろ。わからんのさじ加減が。打ち返す方向すら決められないという。クソしよう。絵的につまらねえ。なんか盛り上がること言うとって。無理だろ、あんな角度つけられたら。なんでこれゲームボーイみたいな絵に変わるんだろうね。その辺が面白いよね。
超面白いよね。本当そう、マリオの顔がさ、ボールを追うんだもんね。どっか行ける。ひでえな。ほらほら、任天堂がさ、N だけ大文字で他小文字なのが面白いよね。下がりながら打ったらやん、これ。下がりながら打ったら、そっちの方向行くん？動かな。分からんやろ。こっち向き打ったら問題ないと思う。問題終わりやった。あれ全員ダメだったよ。はい、エンドった。2つあんのに。俺が言ったろ。あ、またそれやるんや。男だね。あー、くそげ。いいね、いいとこ行って、いいとこ真ん中に戻ってくる。ずっとここで打ち合ったらいいんや。割とシビアだよな、これ打ち返すタイミング。めっちゃシビア。早めに押さんとあかんもん。マジかよ。いや思ったよりこっち来んかった。振ってる間動けねえからな。ちゃ、あ、ちょっとずらしたな。慣れてきた。いやいや、こんなん慣れたくねえし。しかも今のテニスゲームには何にも役立たん。危ないな、危ない。入った入った。もう戻っとかんと、真ん中に。うおっと、またこっちに行ってきやがった。なんでそっち行くの。そっち向いとうから。向いて振るのが早かったんだけど、さっき。こう打ったんじゃん。そう打ったらよかった。言うだけなら簡単だね。やったら分かる。全くできねえ。うまい。危ない、さっきの危ないな。コンピューターそれないわ。怖いな。おお、いったか。これでスカるんやろ、コンピューター。おお、 ありがとうつらい。おお、レイン取った。よかった、ありがとう。はい。あー、つまらんかった。